はい、今日のキーワードは日本の英語教育の祖系元の仮説ですね。アメリカに漂流した中浜万次郎が嘉永4年1851年に帰国して、いわゆる漢文式の訳読法を考案したものにたどると、この中浜万次郎ですね、ジョン万次郎とも言われるんですけども、彼は、漁師でして、太平洋沖で、漂流してですね、そしてアメリカの捕鯨船に救われて、そしてアメリカに連れて行ってもらって、そこで、ハイスクール、高校の教育を受けて日本に戻ってくると、数奇な運命をたどった人ですね。はい、でそれについて、英語教授法のすべてという、伊藤嘉一先生がまとめられた本の中に、あります。でそれを使って、この日本式英語教育の元ですね、祖系についてお話ししたいと思います。はい、まず、伊藤嘉一先生は、こういうふうにしてまとめておられます。日本人の手による最も独創的な教授法は英文解釈法であると。これは日本式訳読法の一種で、その起源は幕末の中浜万次郎に求めることができる。中浜は漢文を読む方法を利用して英語を日本語に訳す順序に返り点をつけた、いわば後戻り方式が日本式訳読法の祖系となったのだと。で、言ってみればもう当時ですね、江戸時代の後期なんですけども、もちろん漢文を日本語にどういうふうに翻訳するかと、これはもう研究は進んでいたわけですね。でその中でやっぱり同じ語順を持つ英語というものが日本にもたらされた。そしてそれを、そしたら日本語に訳すにはどうするか、はい、漢文にの成果ですね、漢文を読む成果を入れようじゃないかということですね。はい、これが漢文ですね。このレテンとか123のところを読まずにあるところ、はい、私ないですね、私おまんのうまきことにおけるを見ることを喜ぶというふうに訳すわけです。つまり、これ以後いわゆるその公文ということになるんですけども、当時中浜万次郎はこの英米対話承継というもので、安政6年ですね、安政の大国というふうなことで有名ですけども、1859年にこういうふうな書物でこういうことを書かれております。まさに、I'm happy to see you in good health、 これは彼が書いた発音なんですけども、何かすごいその英語発音なんだなというふうにして驚かされますね。はい、伊藤嘉一先生はこのように意義というのをまとめられております。はい、日本人の創意と英知に基づき日本人のために考案された唯一の国産教授法であると。2、後戻り式訳読法は独学的色彩の強い幕末から明治期にかけて最も便宜的な読書法であった。まあいわゆる会話とは全く無縁の時代ですからね、自分たちが文明に、西洋文明に追いつくためには書物を読解する、つまり英語で書かれた本をいかに読解していくか、でそういうふうな時代だったから当然のことですよね。はい、漢文の方式を応用して、そして、後戻り式訳読法というものを作り上げたんだということですね。はい、メリット、これも伊藤嘉一先生はこういうふうにまとめられております。日本人教師なら誰でも使用できる、はい、英語など話せなくてもいいんですね、はい、使用に際して特別な準備がいらない、訳させることは理解の確認にある程度有効である、印刷機材さえあれば良いので経済的である。そうですね、つまり、プリントアウトしてですね、プリントして、そして、配って、それを説明していけば、いいんですね。はい、これが熟語だ、ここで出てくる熟語だ、構文だ、なんかというふうにやっておけば、それはそれで英語の授業としては成り立つわけです。先生おしっこするは何なんかって聞かれても、いやそれはここでは教えない、教えれないんですね。
はい、メリットがあったら逆にデメリットがあります。はい、日本式訳読法というのは訳す習慣がつくと知読や、聴解不能の原因となる。当たり前ですね。訳してばかりですから知読、つまり後戻り訳するんですから、これ、文章を最後まで読んでからしたところのみたいな感じで、戻らないか。はい、聴解不能、これも最後まで、聞かなければ意味がわからない。そんなバカなことないですよね。はい、そして発音や音声技能、ヒアリングとかスピーキングが無視されがちになる。いや、当時は、今は、しなければならないんで、そう、こういう学習が中心になるべきなんですけども、当時はそれは必要ないですね。話す人がいないんですからね。書物だけを読解すればいいです。ところがここです。皆さん、文法や熟語、構文中心の学習になるため、授業が単調になりやすい。これが非常に問題なんです。今でも問題です、これはね。はい、先生はエピローグでこういうことを述べておられます。はい、教授法開発の視点は興味深い。最も古い訳読法は外国語と母国語の相違を極端に意識することによって開発された。つまり、中国語とか英語は同じ語順なんですね。だからそれで、それを読解するために、漢文の手法、そしてそれを元にした訳読の英文訳読の手法を使ったと。だけどもそれは、相違を極端に意識するものでありますね。そしてこの本に述べられておりますけども、幼児の母国語習得過程、はい、乳児、そして胎児まで行くんですね。今なんかね、音声を聞いておけば、胎児に聞かせればいつの間にか英語が喋れるとはバカなことはないんですけども、はい、先生は最後にこういうふうにして、まとめておられます。日本人の特性に着目する時期に来ているのかもしれない。これだけ諸科学が進歩している時代なので、日本人の英知と創意によりやがて、新たな教授法が開発されたと。つまりね、江戸時期の人が read a book、本を読むって後戻りしたのを読書するとやったんですね。これはまさにヒントですね。はい。明治3年、大学南校、今の東大ですけども、こういう規則があります。当時の規則ですね。諸生徒を生息、変則の二類に分け、生息は教師に従い、音楽会話。音楽会話というのは英会話です。変則は訓読会、会を主として、教官の教授を置くべきこと。で、つまりね、生息というのは外国人教師、英会話の学習をしなさい。はい。そして、変則というのは、これは小班、ほとんど全国そうなんですけども、これは訓読会を主として日本人の先生が教えたらいいんだと。だから英語など話せなくてもいいんだよということですね。これがずっと今現代まで通じてるわけです。で、ところで、平成20年の文部科学省の中学指導要項にはこういうようなことを書かれてあります。第3回 APEC では、さまざまな中小企業、女性、不利な立場の人がある人がグローバル化した世界でどううまく交流できるか、まあ、ある意味で、英語となるんでしょうけども、英語を持って、できる限り自分の考え、そして相手の意見を聞いていくと、このような社会をが来てるんだ。で、ところがこうした中で、これは文部科学省が言ってるんですよ。TOEFL の平均スコアはアジア諸国の中で下から2番目。一番下は北朝鮮です。で、こういうようなことを言いながら、いつまでも日本の英語教育は変わっていかない。これが現実です。